一つなんですけど、まあ当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけど、一番上の娘が二十歳になりましてですね、びっくりしました、ね。そう、今年の1月がね、成人式だったんですよ。成人式だったんですけどね、もう式は出ない、あの晴れ着とかそういうのも一切無用っつってね、そんな風に言ってね、今ね、100円ショップで働いてるんです。で、僕のね、最寄り駅の100円ショップなんで、僕毎日のように行くんですね。昨日も行ってたんで、この指にこう巻くサージカルテープ110円で買いましたけどね。昨日は娘にね、昨日は何々です、ひらがなで名札してあるんですよ。イガラシだったらひらがなでイガラシって。昨日は何々さんにレジ打ってもらったよなんて娘に言うとね、マジキモいからやめてって。そりゃそうだよ。だって買う必要もないんでしょ、だってそのでも買うんだよね。買わないとだって本当に、もう5つぐらいあるんだけど、買う必要ないじゃないですか。帽子もね、3つ4つあるんだけどね。ね、そのまあ、デキンクラマで食べますから。100均で100均じゃなくてデキン100均で見てほしい。デッキブルースだ。歌になっちゃう。また歌やらねえ。やめていく。そんな、まあ一応二十歳になったブルースだね、本当ブルースだね。ブルースだね。送った歌がありますので歌いたいと思います。20年目の親子。
に家族になってゆく。あるべき姿も形も誰にも決められない。あれからもう20年、君が二十歳になる。嬉しいような、謝りたいような、僕がいる。泣いてくれよ。とりあえず謝ろう。とりあえず謝ろう。まずは謝ろう。ごめんなさい。そうか。毎日100人ってごめんなさいって謝る。売り上げに貢献してるつもりだ。毎日100人。